皆さんこんにちは、鈴木のセルボ SR と申します。今住んでいる家、まだ1年しか経っていませんが、鈴木冥利に尽きるというか、鈴木の末期症状というか、ハスラーに買い替えることによって、はい、ハスラーがちゃんと入るガレージを持つアパートに引っ越すことになってしまいました。今回腰が重かったんですが、なんとかモチベーションが上がってきたので内覧一発目行ってきました。不動産のサイトにはガレージの開口部、そこの高さを書いてあるということはほぼありません。そして電話やメールで問い合わせても、オーナーすら図面を見ないとわからない、もしくは図面にすら書いていないので、ということで現地に行って確認してくださいと言われることがほとんどであります。これはぜひシステムを変えていただきたいというふうに思うわけであります。で、私が狙っているのは、今回はまあ5万円以下ということを目安にしておりまして、まあ、やはりそれでガレージがついて、都市ガスでうんたらかんたら、ある程度の広さうんたらかんたらと言っていると、やっぱり築年数は期待できません。だいたい1980年代木造の住宅となります。私は別にそういったところを全く気にしませんので、まあ、これまでと同じように調べてきました。で、この物件は、来る前はほぼこれにしようと思ってました。今お見せした通り、非常に台所のシンクが広いんですよね。例えば鮭なんかもさばきやすい、でっかいブラウントラウトとかもさばきやすいと。で、面白いのがこれ。すごいですね、忍者みたいですね。メゾネットと言いまして、2階建てになってるんですよね。こんななってるんですね。で、ここの唯一の欠点だと思っていたのが、風呂が五右衛門風呂になってしまうんですよね。まあ、私あんまり風呂の質を求めていないので、まあ、これも仕方ないかなと。たまにありますか。メインの、地下室に、はい、行ってみることにしました。そうなんですよね、なかなか面白い。てでーんということで、これにはさすがにびっくりしましたね。上の階入った時も、これはなかなか来そうだなっていう予感はあったんですけど、ここまで広いのは初めてですね。直していただけるしね。もちろん。後ほど駐車場もお見せしますけど、これどうやら胆振東部地震にやられちゃってる感じっぽいんですよね。その頃から人が入ってないみたいで、まあ、この壁紙が剥がれてるとかカビちゃってるっていうのは、まあ、これは普通に結露とかになったと思うんですけど、まあ、このクローゼットも相当カビてますよね。まあ天井が落ちてる物件ってね、びっくりですよね。内覧するので気をつけてくださいと言われてしまうという。何なんですかね。埋蔵金かなんか入ってるんですかね。これはいいネタ取ったなと思いながら内覧をしていました。今住んでるところも35年かなんかで、やっぱこの間取り、こういうなんか半地下の間取りもあって、この奥にもね、謎の蓋というかスペースがあるんですが、取っ手までついてるんですけど、この階段が外せないのでアクセスができないと。全く謎であります。そうですね。ここはあの裏が公園みたいになってて、そこもいいなと思ったんですけど、でこれちなみに隣も空いてたんで、隣も見たんですが、まあダメですね。ユニットバスなので、もうその時点で却下。しかもこちらの方が高いんですよ、賃料が。でこちらの方はその忍者の地下室はなしと。でこれなんかデジャブですけど、去年も今の家探す時にこんなことを担当者さんとやりましたけど、なんとか入る予定の駐車場も見ることができましたが、これ見てください、この異形な物体。いや、これはもうありえないと思いました。これおそらく相当前に天井が抜けそうになったので、この鉄骨で補強したみたいなんですよ。で、まあ、またそれが崩れてきてると。170。はい、そして2軒目。これはちょっと予算オーバーだったんで、管理費とか入れると5万円超えちゃうんですよね。ただ非常に
不動産の担当の方とそうでない方が押してくるので、まあ、一応 見に行ってあげようかなという思いを馳せつつ行ったわけですが、なかなか良かったですね。唯一気になるのはこの2人共用のガレージ、 YouTube 収録ができにくいじゃないかと。ただ広いんですよ。ただこの広さ、こう開口部の横幅が狭いんで、どうやって使うのかっていうのがちょっと分かんないんで、これちょっと問い合わせ中であります。なんかね、こういう物置小屋みたいのもちゃんとあったりして、まあすごいですね。あのゴミ置き場もちゃんとありますしね。まあちょっと私が住むようなところとは、ワンクラス飛び抜けて上の方に行ってるなっていう物件ですね。でこれも80年代のものなんですけど、もともとしっかり作ってあって、でリフォームも非常にしっかりやってあるんですよね。前ここが一部屋じゃなくて、まあ、2部屋の合計 2LDK ってことなのかな、にしてたんですけど、そこを突き抜けてこの LDK の部分を、拡張したっていうことらしいです。でここもシンクが大きくて非常にいいですね。ちょっと冷蔵庫置き場とかが悩みそうですけど、でここの非常に珍しいって言って、まあ、クロート受けしそうなところがセントラルヒーティングなんですよ。全部ガスでやるっていうことで、まあ、私が好きなのはそのコンロがガスで、暖房もガスというのをずっと条件にしてきたんですが、ここはここにあるこのセントラルヒーティングで、ボイラーみたいなことをやっていて、そこの余熱などで暖房すると。で追い炊きもできるんですよね。だもんでガスの基本量上がっちゃうらしいんですけど、単価が下がるんで冬場の伸びが非常に抑えられるらしいんですよ。で実際こういう物件にその引っ越したっていう担当の別の方がいて、その方は2人住まいで2万9000円ぐらいの冬場の最高額が1万3000円になったそうです。相当なもんですね。まあ、トータルで見るとどうなるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあそこまでプロパンみたいに高くなることはないんじゃないかなと、いうふうに思います。寝室付きですからね、ちょっと広すぎんですけど、私にとっては。あとはそのガレージがね、共用っていうのがちょっと気になりますね。なんか一人で住むにはで、全くここ知らないエリア、南区なんですよ。それもまたね、プラスに取れば知らない札幌を開拓できるというふうにも捉えられるんですけれども、ここに行くとしたら、あのロフトベッドをようやくおさらばできるかなっていうふうには思いますね。この担当の方がなかなかチャーミングな方で、この方が気に入ってるっていうのは受けましたね。3軒目ですが、これはね、見た目この辺まではもう高さあるっていうふうに思ってたんですけど、測ってみないと分かんないもんですね。ぜひ不動産の方はシステムをちょっと改築していただいて、ガレージの開口部をちゃんと測れるようにしていただいた方が、各スタッフの方の現地に足を運んでこういう変態を案内するという無駄な時間を抑えられると思いますので、ぜひそのようにしていただきたいと思います。大丈夫です。